はい、どうも、うつみです。ボーカル、りょうまです。ギターのゆうたです。セミトーク久々ですね、セミトーク。なんか、3、2、1とか他の企画やってましたから、今回なんですけど、メンバーで飲んでるとき、ジュンヤさんが、我々から見た自分を聞いてみたいと。今回は、ベースジュンヤ編ということで、今ここで聞いてますか？いるよ。どうすかどうすかって。なんか、最初、ジュンヤ君があったのいつ？ギルティで俺が見に行ったんですよ、ミュートさんたちのライブを、うん、その時に、あ、そうだそうだ、入る前だ、そう、入る前に、そうそう、その前の、さらに俺の前のベースの脱退のライブだった、はい、そうだそうだそうだ、思い出したのギルティ、そうです、そうです、話しました、なんと話しとっけよ、なんか、いや、なんか、話は聞いてますみたいな感じで言われて、あ、すいません、お世話になったりするんで。もともと後輩ですから、僕が。ひたすら俺がペコペコしてたから。いや、見た目怖いですもん。当時で言ったらです。今はもうキャラが分かってるからなんですけど。俺は、ジャックンがやってたバンドにサポートのギターで入る。っていうので、ああ初めて会った。最初見た時、うん、俺こいつチェリーボーイだと思った。なんで？あの時でも、あれなんですよ。クソとか、うん、まあ、時期時期で変わるんですけど、自然体志向だったんですよ。自然体志向、でも今と変わってない気するけどね。髪型セットしない、伸ばしっぱなし、全身ユニクロ。見た目で判断するのってダサくないっていう時期だったんですよ。欲しいねんな。3人でいたら、純也くんが一番話しかけやすいんじゃないの？まあでも確かに話しづらそうな感じはしないですよね。そうですね、純也くん。ぐらいですかね。印象失礼な。印象失礼な。うつせみでの純也さんはどうでしょう、うん、でも前のバンドの時から純也くんも変わってないからな。ああ、まあそうか。前のバンドから一緒にやってるって感じでしょ。うん。ありますもんね。そうね。確かに。いや、なんか二人、俺特に興味ないでしょ。いや、違う。ないじゃん、だって。はい、今の。そう、これね、ネガティブなところがあるんですよ。で、このネガティブさが、ちょっと中和してくれるところがあって、僕なんか特にそうなんですけど、ネガもポジもないんですよ。その前に、なんか始めちゃうというか、だから、ブレーキがないと、どこまでも進み続けて、終点域突破しちゃうみたいなところがあるんで、ちょっとこう、ブレーキ成分をこう入れてきてくれるんで、バランス、いい意味でバランス取ってくれてるな、気にしなくて楽っていうのがありますね、俺は。ありがとう。二人は突っ込んでくれないんですよ。ボケたとしても他のとこだと何やってんだよみたいな感じがある。なんか要はボケって突っ込んでくれるんですけど、二人の場合、クスクス笑ってるんですよ。だから、なんか、やったところで損なんですよ。他だったら、ちゃんと突っ込んでくれる。突っ込んでくれますよ。ああ、そうなんですね。突っ込みのスペックが低いと。じゃあ、文句をいただきましたけど。で、メル、ジュア君の話って、クスクス笑った方が面白くない？確かに。クスクス笑う感じですよ。だってそれってさ、突っ込むやつのさ、気量によるじゃん。まあ確かに。突っ込んだところでさ、すげえ寒い突っ込みされたらさ、その場しらけるんだよ、スワーって。じゃあそのぐらいの突っ込みのレベルちょっと上げてください。なんで？なんで？注文が。おかしいな、なんか音楽のことでそんなに注文されることないんだけど。ボケて、クスクス笑って、何ですかみたいな言った方が面白くなっちゃうよ。ああ、確かに。そのノリで。その感じ面白い。そのノリがなんか、周りの方が受けてる気する。まあまあ、そうですね。いい意味で柔らかくしてます、ね。うん。ちょっと納得いってないみたいですけど。それはもうちょっと周りにこう伝わるようにクスクス笑ってる。自分で、ゆうたさんの得意なんですけど、隣にいるやつとクスクスこう笑ってるんですよ。じゃなくて、もうちょっと全員にあいつバカだよなって分かるように笑ってくれてほしいな。そう、それだ、それだ。それだ、よくあるこれタイトル変えます復讐の順やに。なんか俺が、わーって言ったときに、大きい声で笑ってくれればいいんですよ。あいつバカだなって感じで。
隣にいるやつと、あいつバカじゃないって感じで、こそこそ笑ってるんですよ。で、それやっちゃうと、そこしか面白くない感じじゃないですか。その二人だけ。ゆうたさんともう一人だけ。もっと届けたい。もっと全員に。もっと届けしたいわけです。またやってるよぐらいの感じで言ってくれれば、もうみんな笑ってくれるじゃないですか。俺をなんか笑ってくれるじゃないですか。それないっすよね。ない。なんで？そうですね。辻井くんがやった、ここでクスクス笑う。ここが仲良くなるから。いや、使い方悪いっすか？使ってんな。今出ましたよ。ちょっと悪いとこ出ました。あ、でも、曲で言ったら俺分かりやすいなってなりますよ。いや、群青なんか特にそうで、はい、サビのベースラインとか、俺ちゃんと考えてるんですよ。今もう聞こえる夏の日のセミシグレのところまで動いてないんですよね。セミシグレ、ここ動くんですよね。で、ここ動くから次のメロと言葉つながらない方がいいなと思って、そこでセミシグレで意味切れて、一回ここブレスにしてベースだけになるようにちゃんとしてるんですよ。まあ、そこまで気づいてなかったよね。ここまで気づいてなかったよね。ジェイ君真面目で。そう。そうなんですよ。真面目なんですよね。いや、多分、うちのバンド随一で真面目なんですよ。うん、みんな不真面目みたいな感じになりましたけど。してる。全部。なんで嫌そうに言うんですか？嫌そうに。全部きっちりしてる。確かに、そうですね。きっちりしてる。うん、きっちりしないってなんか気持ちよくないですよね。うん。うん、え、でもそれで助けられてますよってことです。ジャッジが早いっすかね。ジュニアさんが持ってくるものは、こっちがやるとき、そうっす。なるほど。曲がボツになるのも早いですもんね。そうなんだね。頑張ったもん。だから早いんだね。ボツになってきよかった。結構あります。結構いっぱいあります。えげつないあります。えげつないあります。5、6曲ぐらい。全然いっぱいある。ぐらいですか。ぐらいですか。早く終わらせたいじゃん。終えたいのかな。聞きたいことあるか。聞きたいこと？ないか。ないよ。なんかあったか。ないの。急に言われて今、なくなっちゃった。まあ一応結論、ジュニアさんは、うつせみをこう回していく上では、いい潤滑剤になってることは間違いないですよね。ありがとう。お礼言われると思う。だから、リーダーっていうリーダー、うつせみにはいないんですけど、それ仕切りっていうほどこう先頭に立つわけじゃないですけど、一旦純也さんを経由しないと、よくわかんない方向に行っちゃう可能性はありますよね。一回通してアウトプットするみたいなところがあるかなって思います。意外なんじゃないですか、見てる人は。すごいよ、そうなんですかね。違うのか。純也君のこと知らないでしょ。知らないか。知らないでしょ。その今までの動画のあの感じってなんとなくわかるんだよ。確かに。普段こんな感じだから。あ、まあ確かにそうですね。こう。わざとちょけてるとかじゃなくて、あのままだから。確かに、わざとちょけてるわけじゃないですね。うん、あのままです。ああいう、ちょっと楽しくなっちゃって、でテンション上がっちゃう感じも含めて、普段からそうです。うん、ちょっと楽しくなっちゃった時の純也さん、だいたい普段もあんな感じ。絶対小馬鹿にしてるんだ、普段。してない。これ悪いところですから。全部裏に飛ぶから。俺らが悪者みたいになるわけです。友達とかが多いんだろうな、みたいな。ああ、そうですね。ということでございます。いや、もちろんその人間性だけじゃないですよ。ベースのプレイとかも全部その、現れてるから、しっかりまとめてくれるってところも込み込みですよ。もちろんミュージシャンとしても。いや、本当に思ってますよ、そういうふうに。いや、なんか結構ありがたい話でした。そう。うん、なんか、結構やっぱ分かってくれてんだな、みたいな感じ。ようござんした。ようござんした。ようござんした。ということで、今回はセミトーク、メンバーから見たメンバー、ベース純也編でございました。ありがとうございました。お世話でした。